中華統一促進党は中華民国で113番目に決闘された政党。前身は保衛中華大同盟。略称は党則党。2005年9月9日に結成された。総裁は超安楽である。彼は中国民主進歩党の党員でもある。台湾で極端な中華民族主義を掲げて中国国民党以上に中華人民共和国との急進的な統一を 主張している。中華人民共和国の国旗を掲げた活動も行っている。7月7日の六甲橋事件にあたる日や8月15日の終戦の日にあたる日などには、日本台湾交流協会台北事務所前でこの団体等による抗議活動が毎年行われている。2014年3月18日に海峡両岸サービス貿易協定反対派の 学生運動家主導で立法院を選挙するひまわり学生運動が始まると、それを民進党をはじめとする広島緑連盟の謀略であると判断した中華、統一促進党は積極的に同協定を支持する運動を展開した。町総裁は外戦者に乗り民進党は汚職まみれだ等と訴えたが、学生らへの要望書すら用意していなかったこともあり、無視された。結局、 サービス貿易協定は批准されず、中華統一促進党の主張は反映されなかった。朝総裁は台湾最大の黒社会組織である竹連般の下最高幹部でチャイニーズマフィアとのつながりがあるとされる。沖縄県唯一の指定暴力団、組織暴力団である極竜会のメンバーと面会しているとの報道もある。2017年9月27日には中華、 統一促進党が中華人民共和国から資金提供を受けているとの疑惑が立法院で追及された。2018年2月2日、台湾の自由時報の報道によれば中華統一促進党との面会のため、極流会側の幹部も台湾に訪問したほか、中国の関東省に中華民族琉球特別自治区準備委員会という団体の設立に関与し、 沖縄での活動を行っているという。2017年4月15日、党員の李昇流は、日本統治時代の義師である、八田与一の銅像を破壊し、インターネット上に掲載した。結果、懲役5年の判決が悪だった。2017年8月18日には、党員が台北市内の神社である、丸山水神社の狛犬の,の一つを破壊した。 さらにもう一つの狛犬を盗んだ上、日本は犬畜生だと白ペンキで落書きをしたり日本による植民地支配への批判を書いた紙を置いたりした。ありがとうございます。